おはようございます。おはようございます。やっぱりね、あれですよ、九州の回転時間に慣れてる私にとってはこの1時間の差ってでかいですね。眠いです、うん、そうですね。そう、はい、ということで今回はですね、1時間早い回転時間ということ で、そうですね、エンドレス水島店、はい、岡山県に来ております。はい、ということは何ですか。最新台打ってみよだー。じゃじゃん、推し順ケロルンでございます。今回実はこの推し順ケロルン、うん、初めてなんですけど大丈夫ですか。あ、全くの初打ちですよ私。初打ちですか。はい、じゃあドキドキですね。それ知ってますよ私ちゃんとティザー PV 見てます。あ、なるほど。そう、あのね、ドキドキの32ゲームっていうのが一番ね、大きな、うん、ポイント、うん、ポイントとなっておりまして、うん、最終の疑似ボーナス期で新登場、推し順ケロルン、うん、今日はこれをしっかり皆さんに分かりやすくお伝えできるようにしていきたいと思います。頑張るぞ。さあ、ということで最新台打ってみよう、推し順ケロルン行ってみたいと思います。目押し不要っていう売れ込みなんですけれども、一応ね、目押し子役は押さないといけないです。お、いい時にいいもん引いたね。とりあえずバー狙いで、その後がピンク7で2連チェリーでジャックチェリー、3連チェリーで強チェリーなので、これはジャックチェリーですねっていうぐらいは知ってる。
しか言ってくれない。私が思ってたよりもすんなり当たってくれるイメージ。でもいかんせんレギュラーと。設定差ありそうですよね。レギュラーの方が多ければとか、レギュラー確率大体今の台で、高専ではレギュラー出やすいとかが多いから、
レギュラーですわ。さっきのがもう一つポップアップするのがビッグボーナスの GM で、今回のはあのボーナス連打のでレギュラーとなります。ケロルンタイム？謎。これがいいとこですよね。あの全役抽選してるいいところです。これ352ゲーム。あ、みんなの流れに乗ったよ。あ、一人終わっちゃってる。ワンメンター自動ドライ、はい、こっちよろしく。はい、レギュラー。レア役だな。妖連で、さっき置いてったやん。それぞれのこと。発展。母さんを探せ。来たよお母さん。めっちゃ可愛いね。めっちゃ可愛いね。ちょっとちゃんと見せて、これ足跡を見つけてからのいない。見つかった。見つかった。でもレギュラー、わー、ビッグになった。やった。行くよ。うん、ありがとう、代わりに揃えてくれて。ボーナス、久しぶりのビッグボーナスでございます。2の5になりました。どうしよっかな。ジャックインどこまで粘れるかもやりたいんだけど、まだ早いかな。ちょっと行きたいんですよ。終わり。まあまあまあ196枚。ほい。
ド派手だな、みんな聞くがいい私の確定を。やってやったぜ。あ、終了画面にはそんな何もないですな。で、もう一度破れないわけですね、やっぱり。あ、ゲロゲロって言った。ということはビッグ確定ですね。もうちょっと自力で揃えましょう、せっかくなんで。白7。やめた方がいいと思う。30はもう、え、30ゲームもできるんじゃないの。ちょっと意見を聞こう。姉さん、姉さん、どう思います？どう思います？チャレンジするべきだと思います？もうやめた方がいい？やめた方がいい？1回、枚数変わんないか、ぜひやめよう。しょうがないな。なんか来たぞ。なんだこれ。なるほど。入った。可愛いか。可愛いかね。おしゃれ。さあよかった。ローチェリーから176ゲーム目。わお、レギュラーですか。6ゲーム、8回目のレギュラーです。お、画面も特に変わりなし。レッツゴー32ゲーム。ドキ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 。ということで推し順ケロルね、ちょっと楽しく打ってきたんですけれども、なかなか波に私が乗れてないということだったんで。お、なんか来たぞ。ジャークオレンジ発見。ちょっとね、移動しようかなと思ってるんですけど、移動しましょうかね。いや、実はですね、ここエンドレス水島店、新しくカエルの島っていうのをこう全体的に一島作ってるんですよ。なのでちょっとその辺を楽しみたいなと思っておりますので、ちょうどいいやめ時ぐらいだと思います。157、この辺で引こうかな、推し順キャロルは。そんじゃあね、推し順ケロルン楽しんだんだったらケロッタも楽しまないとということで、あのカエルの島から背面背中合わせのケロッタ3チャレンジしていきたいと思います。こっちはビッグボーナス312枚で、レギュラーボーナスが104枚で、疑似 AT、 疑似ボーナスの AT 機じゃなくて A タイプなんですね。なのでまあ、ゲーム性的には若干の違いが見られるんじゃないかなと思います。お、星さん、ケロットタイム、ケロットタイム最大
罰ゲームお願いします。レジ星さん、レギュラーの呪い今日350ゲーム、今日5回目のレギュラーボーナスですね。オシジュンケロル、うん、私のイメージの中でではですよ、うん、もうちょっとなんか穏やかな感じなのかなと思ってたんですけど、うん、結構爆発力すごいですね。すごいですね。ね、やっぱ1ゲーム連もあり、うん、32ゲームドキドキのね、うん、32ゲームもあり、いろいろちょっとケロットとケロルの違いも分かってきたんで。なるほど。カエルの島で今日1日楽しんで。そう、カエルの島で1日楽しんで、はい、次は向こう側にも行きたいね。今日はケロット3とオシジュンケロルンだったじゃないですか、うんうん、向こう側のパルサーは今日は触れてないので、うんうん、また別の機会にでも。そうですね、カエルの島全機種制覇立ち回るみたいなということで今回ね、最新台打ってみよう、山瀬さんから最新台として導入されました、うん、オシジュンケロルン、こちらを楽しませていただきました。皆さんもホールでトライしてみてください。